はい、淀川貴公子令和歌謡のバブです。前回7月の5日にアップロードしまして、その時に、7月になりましたね、夏が来ましたねということをね申し上げていましたけど、なんともうその7月も3分の2が終わってしまいましてね、今23日の夜ですけども、早いですねほんまね。もうこういうことばっかり言うてますけどね、暑い日が続きますけど負けずに頑張ってまいりましょう。今日はボリューム3になりますね、3回目よろしくお願いします。はい、ということで皆さんいかがお過ごしでしょうかね。オリンピックもいよいよ始まりまして、今ちょうど開会式の中継をテレビで見ながらこの録音をねしてるっていう状態ですけどね。さっきね何気なくチャンネルつけると、そのファイナルファンタジーのテーマソングが流れてたからハッとしてね、そっから僕なんとなくずーっと見てるんですけど、ゲームの音楽がこれ使われてるんですかね。ねえ、もう僕らのような世代ホイホイですね、これまさにね。アフリカ大陸の国々が今延々と入場してきておりますけども、こうやって見てるとね、まだ聞いたことないような国名とかもちらほらあるなぁと、勉強なんなって感じですね。まあそういう感じですけどね、もうとにかく梅雨が明けてからのこの暑さがね、もう尋常じゃなくて、暑さのね段階がまたね一段階上がったような、そんな感じすらしますね。危険を伴う非常にね、あの危険な暑さだということをねよく言われてますからね、十分に皆さんも気をつけて過ごしていただきたいと思います。次回も込めてですけどね。はい、活動近況ですけども、7月8月はおかげさまで結構ねライブの本数自体はね従来の状態に戻ってきておりますけども、まだねやっぱり世情がね不穏な状態ですから、この後ねどう変わっていくかっていうのはちょっとまだ見通せないということですけども、先週末の土曜日、久しぶりに京都の千本中立ち売りの天球さんにお邪魔しました。クラップクラップさんの主催のイベントでですね、アクアマリンさんと SNS で今噂のなにわ恋しぐれをやりました。はい。詳しくは見てほしいんですけどね、いろいろと反響を頂戴しました。したたかにねこの日僕時間を1時間ずれて認識しててね、入り時間、盛大に間違うっていうね、ちょっと失態を犯しましたけどね、やっぱりね確認はちゃんとしとかないかなという具合で反省です。はい、その翌日18日はダブルヘッダー、まあこんなこともね本当に久しぶりですけども、昼間はね長井のデポさん、大阪のね加トちゃん生誕祭といって、本当に僕が活動始めた初期からねずっとお世話になってるイベンターの加藤ちゃん、加藤さんなんですけども、その方の誕生日イベントっていうのをね毎年恒例でやってて、もうね僕記憶で2013年ぐらいからお世話になってるから、もう今年で8年目になるんですかね、もう10年に迫る勢いで、まあこのイベントにも大分と成長もさせてもらいましたしね、たくさんの、音楽のねご縁もここで紡いできておりますんでね、変わらず今もお誘いいただいていることに感謝しております。はい、夜は掃除時のチェンドガットさん、こちらもですね僕がこのアコースティックシーンで活動するようになった本当初期の頃からお世話になってるお店で、長いことねもう出させていただいてますけども、こちらのブッキングライブ、久しぶりに先輩どんどこ西井さんね、僕とブルーのパーソナルカラーを共有する熱き男でいろいろとキャラクターね別のキャラクターを持っているという、でこの日も初めて見る当たり前田さんっていう初めて会う人がね、チューブの前田さんみたいな方がやってきて、で僕が以前アマゾンでねジャケットをステージ衣装用のジャケット購入したんですけど、ちょっと大きくてね自分に合えへんかって、でどんどこさんにお譲りしたんですけど、この日ねそれをお召しになって来てくれたんでちょっと嬉しかったです。はい、ということで、で直近つい昨日ですけども、ロージーネオさん、心斎橋雨村のねロージーネオさん、こちらでブッキングライブ男4人の、なかなか濃い歌祭りでした。はい、女性がいるとねちょっと言われへんような歌ネタとかなんかそんなも飛び出して楽しかったです。はい、で先輩田切屋さんの CD も買わせてもらいました。とてもね名盤です、今日僕部屋でかけながら作業してましたんでね、でその田切屋さんまた明日今度はロージー阿部野さんの方でまたね共演ということで楽しみにしております。はい、近況こんなところですかね。あ、それからこれ近況といえばこれも近況になりますけども、つい今しがたです、これ大東 FM さんのラジオに、先ほど出演して帰ってきました。はい、吉高桃子のちょっと聞いてんかという番組で、戸川桃子さんいつもユニットで一緒に活動していたり楽曲書かせていただいたりでお世話になってますけども、戸川さんがお一人でやってる番組、以前ゲストで出させてもらった、それとまた別でですね、カーチ音頭の千葉義隆さんと戸川さんの二人でスタートされたね新しい番組なんですけどね、そちらに今日初めてお邪魔しました。
でやっぱりねもうさすがお二人もうトークの達人ですから名誘導で僕もね詰まることなく最後まで楽しく、やらせていただいて、で作って間もない新曲葉桜お鉢もう生演奏でリクエストいただいたんでやらせていただきました。でそれを上回るねもっと緊張する案件もあったりで、また詳しくは見てくださいね。はい、いうことで本当にね楽しい一日でした。でそのテンションをねこれ保ったまま、この熱を持ったままこの今トーク収録にね臨んでるっていう次第なんですね。はいはい、前回質問やトークテーマをね募ってますということを言って、早速一つねトークテーマ前回お答えしたんですけども、質問ね寄せやすいように僕質問箱というのをツイッターにね設置しました。で一問一答的にねすぐに済むような問いに対してはもうそこでツイッター上で答えて終わりにしようかなと思うんですけど、ちょっとね込み入ったような内容のやつはここでお答えしようかなって、まあそういう考えでおりますけども、質問箱ねこれ届いてる質問見るとおそらくこれ運営が自動で投げてるやつちゃうかってい うような内容のものが多くて、僕のこれわざわざ知りたいっていうようなね、うん、でもこれ匿名のものなんで中にはちゃんと書いて送ってくれてる人がいるとねいけないんで、まあメタなこと言っちゃダメなんですけど、まあでもちょっとその中でちょっと考えさせられる問いが、感情的な人と理論的な人とどっちが好きっていう、まあそういう質問があって、まあ僕それツイッター上でもね一応答えときました。もう 200% 理論的な人ですというふうに答えたんですけどね、うん、感情論ってなかなかね戦わしても発展しないということでね、もう水かけ論みたいな、もうそういうのはもうね、子供時代や学生時代くらいまででもう十分だっていう、まあそういう考えでおりますんでね、やっぱりね話はもう揉め事であれなんであれね合理的にね冷静に、そういう風に話していかないとね、物事を建設的な方向に向かわないんじゃないかなと思いますからね、うん、まあこのあたりが文学人とか物書きの血がそこに流れてるからかなってなんか自分で思ったりもしますけどね、うん、なんか発信なり発言する時でもそれなりの根拠とか、出典とか、裏付けっていうものがあってしかるべきっていう、まあそういう頭でね昔からいますんでね、で感情論っていうものにはそういうのがしばしばないんですよね、うん、だからまあそういうものはちょっと受け入れがたいかなっていうのが正直なとこで、だから論理的な人っていうものは僕も憧れますしね、だから何事も論理より感情が先行しちゃう人よりはやっぱ論理的な人の方がはるかに好きっていうのが正直な答えです。はい、あとね唐揚げに勝手にレモンかける人に対して怒りますかっていうねこんな質問ありましたけど、これ絶対運営が自動で投げてくるやつやと思うんですけどね、もうそのぐらいで怒りませんよっていうことを、ツイッターの方でも回答しましたけどね、まあそういうナンセンスななんてことない質問もこうやってねあえて声に出して答えると意外と面白かったりね、なんか意味を持ったりすることがあるかもしれないんでね、これからも柔軟にしなやかにやっていきたいと思いますんで、皆さんも何か質問、まあトークテーマもですけど何か、お気軽に寄せていただければと思います。はい、はい、ではそろそろお別れの時間がやってきました。暑い日が続きますんでね、皆さん十分ね体調気をつけて、オリンピック等々何か楽しいことをね見つけて、やっていきましょうね、元気に。はい、これから頻繁に更新していきたいと思います。頑張ります、よろしくお願いします。ヨドバキ講師令和歌謡のバブでした。それではごきげんよう。いつもどこか君より勝てる自分探し。